サンレオナールイコールデイコールボアは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、サルト圏のコミューン。サンレオナールイコールデイコールボアの特権的な地理的位置が、この地でのグリーンツーリズムを促進させている。小さなコミューンは、アルプマンセル地方の中心にあり、パリから約2時間で行くことができる。この可愛らしいコミューンは、アランソンの下流、サルト川谷にある。オルヌ県及び、 マイエンヌ県と接している。渓谷のこの部分は、過岸侵食によって生じた重要な断崖のために、アルプマンセルと呼ばれている。近年までの地質学的な期間にサルト川は、徐々に高地を掘り下げて流れていった。川の流れが作り出されるうちに、下の地層にある、ヘルシニア、作り山運動で生じた、折りたたまれた層を掘り続けた。したがって、サルト川は、 アルモリカ3階の砂岸の防線を垂直に切断している。サンデオナールイコールデイコールボアの風景はこの現象によるものである。アルモリカ3階の砂岸の路頭は特にサルト川の蛇行する場所、崖の上で生じている。近くにあるアルプマンセル山地の断崖は東側でしばしば標高200メートルを超え、サルト川は比較すると100メートル降下していることが明らかである。 サンレオナールでは20世紀初頭にスレート石が採掘されていた。コミューンには歴史的な痕跡がある。最も古い場所の一つはナルボンヌという地でガリア時代には定住地となっていた。6世紀にはキリスト教のインジャセイレオナールが住み着いた。インジャの世のあった場所はバンドゥーブルと呼ばれる巡礼地となった。参照もと 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。